ワールドシリーズ第2戦ドジャース・ヤンキース。2024年10月26日ロサンゼルス。写真、7回に負傷した大谷はトレーナーに左腕を支えられベンチへ。ドジャースの大谷翔平投手、30、が26日、日本時間27日、本拠でのヤンキースとのワールドシリーズ、WS、第2戦に、1番、DH で先発出場。第4打席は四球を選んで出塁も盗塁を試みた際に肩を負傷するアクシデントが起きた。7回1失の第4打席は相手4番手、ホームズと対戦。冷静にボールを見極め、四球を選んだ。ただ、西から T、ヘルナンデスの打席で2投を試みたが、失敗。2塁ベースへスライディングする際に左手を地面につき、そこで左肩を痛めたとみられる。現地中継では駆け寄ってきたトレーナーと大谷のやり取りをマイクが拾っていた。